さんこんにちは、森のニーナです。今日の動画はここ最近の私のこの毎日メイクをご紹介します。それでは始まります。スタート。ここ最近の〇〇メイクとか〇〇マネメイクとかのメイクをやってる時に、あ、このやり方めちゃめちゃ盛れるな、普段のメイクでも取り入れたいなっていう、いろんなメイクの良いとこ取りを全部詰め込んで、とにかく盛れるメイクなので、皆さんにも今日は私の日々やっている毎日メイクをご紹介していきたいと思います。それではここから出品になるので皆さん気をつけてください。最近一番よくやる毎日メイクを紹介していきます。今日のカラコンはジュースミーのピーチブラウンを使ってます。色素薄い系でちょっとデカめのカラコンが褒められることが多かったので、最近ではこれに安定してきました。ピーチブラウンって言ってもピンクって感じじゃなくて、ピンクのふんわり優しい感じの特徴を残しつつ、ブラウン系のカラコンなのでさりげなく柔らかい雰囲気を演出できます。化粧下地はこちら、ディオールスキンフォーエバースキンベール001番。最近は年齢とともに時間が経った時のくすみとかが気になるので、なるべくこういうちょっとスキンケアベースだったり保湿度が高いものとかミネラルコスメとかをベースメイクで使うようにしてます。肌を白くしたいんですけど、ユイセルのトーンオンクリームとかはこの下地の上にファンデ代わりみたいな感じで塗ってます。だから順番的には下地、トーンクリーム、コンシーラー、パウダー。30今年で2になるんですけど、最近やっぱちょっと肌の曲がり角っていうものをなんかね感じてきたんですよね。だからサプリとかも本当にこまめにビタミン C 取って、寝る前にビタミン E 取って、ハーブを抽出した液体とか水に混ぜて飲んだりとか、かなりねエイジングケアに力を入れてます。やっぱそういう変化を感じた時にやっぱすぐ対応するとちょっと戻るんですよね、いい感じに。あ、なんか曲がり角って怖いから目を向けたくないことだったりするけど、なんかもう一旦受け入れてどうするかっていうのを考えるようにしろ私っていう感じで最近は決めてます。ダイエットと一緒でちゃんと向き合って対処すれば答えてくれるから、それがなんか面白いなと思って。ここね、おでこね、太陽上から来るのでここがね結構忘れがちなんですけど、このてっぺんとかこの鼻先とかはしっかりめに塗るようにしてます。私の動画おなじみデュイセルトーンオンクリームをこの下地の上から塗っていきます。これはファンデーションじゃなくて肌を白く見せてくれるクリームなので、透明感を与えて光と顔の明るさでアラをごまかすっていう、カバーするんじゃなくてごまかすっていう感じがなんか一番素肌っぽく、ラフさが加わると私的になんかおしゃれな感じの雰囲気に見えるかなと思って、最近はそういうベースメイクやってます。ファンデじゃないから T シャツとかね、洋服についても洗濯で色が残らず落ちてくれるので、フィリピンでストック買いしたベビーパウダー、こんな感じで首元のトーンクリームが落ちないようにパウダーをのせます。コンシーラーはディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー。コンシーラーってなんか時間経つと割れやすいじゃないですか、だから長時間のお出かけの時とかはあんま塗らないようにしてたんですよね。このディオールのコンシーラーが本当に崩れなすぎて、しかもね結構スキンケアばりの保湿もしてくれるから目元とかにもね安心して塗ってます。で、涙袋が小さくならないように涙袋よりも少しちょっと離してコンシーラーを塗ります。はい、クマはこんな感じです。小鼻周りは明るいカラーのせてしまうと白浮きしてしまうので、ちょっと暗めの 2N というカラーを塗ります。クッションファンデ用のパフで密着させていきます。肌表面に残ってる無駄なコンシーラーとかベースが残っちゃってると、それが後で崩れる原因になるので、なるべくこんな感じで密着させておきます。ちょっとぐらい取れちゃっても崩れるよりマシなので、はい、こんな感じです。コンシーラー3連続続きなんですけど、そう、私ね3つ持ってて 1N、2N、0N ってあって、暗いやつはねコントワリングとかにも使えるんですけど、ハイライトでこの一番明るい 0N を使っていきます。このベースメイクの段階で顔の骨格をハイライトで立体的にしていきます。鼻を高くしていきます。顎の下とかにも塗ると小顔っぽく見えるのでのせます。顔の範囲を下げれるので小顔に見せられます。
続いて涙袋。本当私の毎日メイクはベースメイクに一番時間をかけてるので、しばしお付き合いください。涙袋は 2N の一番暗いから涙袋の土台に使います。こんな感じ密着させます。で、さっきの 0N を指にとってちょっとだけこの上に、やっぱちょっとね、あの色味に差をつけた方が、風船の絵描くときみたいにちょっと艶とか足すと立体感出るじゃないですか。それと同じで涙袋もこうやって2色使うと立体感が出るので、同じカラーを全体のせるよりも1点一番膨らんでる箇所を明るくすると、もうもはや本物の涙袋っぽく見えます。ほんとちょっとだけ、はい、こんな感じです。影とか描いてたんですけど、まあ、調子そんなに悪くない時は影は描かずに、このコンシーラーの工程だけで涙袋の土台は完成です。アリクワのスキンケアパウダーを塗っていきます。最近これを使ってる理由は、色もほぼ無色というか粉っぽさが全然ないので、メイクするけどちゃんとなんかラフさを残したいっていう時におすすめです。はい、こんな感じでベースメイクが完成です。夕方にもくすまないベースメイクアイテムを選ぶようにしてます。で、アイメイクをしていきます。結構最近ハマってる色が全部似てるんですよね。似てるんですけど、のせると各自色が全然違うんですけど、ゴリゴリに盛りたいっていう時はクリオフロアイパレット03番コーラルトークを塗っていきます。春といえば透明感だったり、なんかジューシーさをプラスさせると少し元気な表情も明るい軽く見える気がするので、差し色にはこのピーチのカラーが際立つような感じで他のアイシャドウを使っていきます。ベースにこちらのカラーをアイホール全体に塗っていきます。何色かあのグラデーションだったり重ね塗りするときは1色ごとにこうやって左右完成させていきます。下まぶたにも乗せていきます。涙袋の上から全体に乗せちゃいます。涙袋を作るときは下まぶたにも乗せると作り込んだ涙袋のカモフラージュができるので、そのせいかね、昔10分15分ぐらいで終わってたメイクが30分から1時間ぐらいかけてメイクをしてます。続いてこちらのピーチを目尻に塗っていきます。と目頭にも出ます。目力が出るのでおすすめです。指で密着させます。この目尻の際には塗らず、ちょっと黒目外側に軽くもうぼかし程度で入れます。最後にこのグリッターをのせていきます。これはオレンジブラウン系のグリッターです。指でまぶた中央にのせます。こんな感じ、ほんとグリッター大好き、かわいい。めちゃめちゃこれ乗せると漏れます。続いて K パレットラスティング 3D シャドウライナー02番、クリーム系の涙袋用のアイシャドウです。涙袋に出していきます。涙袋大きくするぞって感じで乗せます。目尻にねは乗せないようにします。目尻に乗せちゃうとなめくじ感が強すぎるので、黒目外側まで乗せます。ちょっともうちょっと目を大きくしたい時はベースのカラーを乗せます。そうするとね、ここの目のサイズが大きく見えるので、最後の一手間で足します。いい感じです。続いてロム&のグリッターシャドウ01番、白目を綺麗に見せたいので少し透明感の出るカラーのグリッターを使ってきます。これはシルバーっていうよりも角度によっては青く輝くグリッターが入ってるので目元に透明感が出ます。あと涙袋もさらにぷっくり見せれるのでおすすめです。こっちめっちゃうまくいきましたね。こっちちょっと大きいのが入っちゃってるので爪でグリッターの量を調整します。アイライナーはこちらラブライナーリキッドブラウンを使用していきます。赤みがそんなに強いわけではないけどオレンジ寄りのブラウンです。魅惑的な目元にしたいのでふっ
でちょっと力を抜けた感じの目元が最近自分の漏れるアイライナーの引き方だなと思ったので、目頭のここの角度を少し広めに塗っていきます。こんな感じ。そうするとなんかちょっとちょっと力が抜けた感じ、余裕のある感じの目元になるなと思って、この塗り方が安定してきました。やっぱ自分に似合うメイクって見つけるまで本当時間かかりますよね。ナチュラルさを残したいので、すごく極細にストレートに目尻を描き足します。アイライナーって本当すごい、全然違いません印象。こっちが好きっていう、すっぴん風のメイクが好きな方はこのアイシャドウで完成でもいいんですけど、私はもう最近ほんと小顔に見せる、目も大きくしたいっていう感じをメイクで作りたいので、ゴリゴリに作る系のメイクが多いです。ここでマスカラに行くんですけど、最近実は下まぶたのまつげを描いてるんですなのでちょっとお見せしていきます。描いてるのその角度とかも無造作に描くと自然なまつげが描けます。マスカラはこちら、最近ロフトでゲットした D アップのチェリーブラウンのカラーのブラウンマスカラを塗っていきます。ビューラーは目尻にビューラーがかからない角度でビューラーをします。ほんと軽く、力を抜けた感がなくなっちゃうので、つけまみたいに綺麗な形の繊細なまつげを作ります。で、目尻は落とします。こんな感じ。下まつげは上まぶたよりも結構私は頑張って伸ばします。で、理由はここの余白が、涙袋とか何もしないと長いので、この余白を少しでも縮めるためにしっかりとまつげを伸ばします。下まつげ伸ばす時の注意なんですけど、やっぱここって塗りすぎちゃうとけばくなっちゃうので、太さが出ないように頑張って自然な範囲で収まる長さに伸ばします。だから上まぶたも目尻まで上がっちゃうときつい印象になるので下げます。そうするとね、ちょっとなんかエモい感じのまつげの雰囲気になるのでおすすめです。もうほんと若い時は下まつげなんか塗ったらすごいけばく見えるから避けてたんですけど、最近では下まつげのマスカラが欠かせない毎日メイクになりました。アイブロウは花西湖のアイブロウペンシルを使っていきます。眉頭に縦に一本一本描き足していくようなイメージで描きます。平行目だけど最近はなるべく自分の眉毛の形に逆らわず描いてます。眉尻は結構ねアイメイクにすごい力を入れてるので、そういうメイクの時は眉毛をナチュラル目にするために強めのブラッシングを眉尻にかけます。こんな感じです。いつもはイニスフリーのアッシュ系のカラーを使ったりするんですけど、最近はちょっとねこういう春を意識した感じのアイシャドウのカラーなので、こちらのエスポワのザ・ブラウンみたいな少し赤みのあるカラーのブラウンを塗ります。これもラフな感じで毛流れを整えて溶かしているくらいにつけます。チークはジャンメイクパウダーチークスの PW25、 結構パキッとジューシーなオレンジカラーのチークです。これをスワッと大きめのブラシにとって、これはねイプサで買いました。スワッと顔の中心のちょっと上目の箇所にこうやって交互にのせるくらいの量で大丈夫です。結構この頬も埋め尽くすくらい塗ってます。オレンジ系のチークは中心から外側にかけて塗るとすごいなんかジューシーな雰囲気になるので、そういうのせ方にすることが多いです。はい、リップはラリクワのリップチャットマットカラーの11番、指にとって中央にこんな感じ、中央から外側に伸ばしていきます。ちょっとオーバーリップにします。スパゲティ食べた後みたいな感じになるんですけど、それがちょっと好みなんです割と自然な感じがします。めちゃめちゃいい色ですよね。で、ここからさらに中央にも仕上げでプラスしてあげると血色がよく見えるので、最後にもう一塗り重ね付けします。ハイライトはおなじみの RMK ストーンブロッサムブラッシュインナーストーンを鼻先、鼻筋、はい、これでメイクは完成です。髪の毛ね、最近実はねちょっと分かりにくいんですけど、パーマをかけたのでスタイリング剤をつけて完成します。これはねパーマをかける前から巻き髪を作る時に使ってるスタイリング剤です。歌うメロバーム、
はい、いかがだったでしょうか。最近の毎日メイクでは、ここ最近やってた〇〇メイクとか何々真似メイクとかやった時に発見した、あ、これ普段のメイクでやりたいなっていうところを取り入れながら今のメイクにたどり着いた毎日メイクでした。やっぱね、いろんなメイクに挑戦するといろんな発見があるので、動画をやっていてすごいいろんな気づきがあったので、ほんとこの1年間でかなり日頃の毎日メイクにも進化が見られたので、よりメイクが大好きになったここ最近のメイクでした。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それではまたね。今日の T シャツはファーファーという猫ちゃんの T シャツ、めっちゃ可愛い。